ヤルタ会談、ヤルタ会談、ヤルタ会談は1945年2月4日から11日にかけて当時のソ連クリミア自治ソビエト社会主義共和国のヤルタ近郊のリバディア宮殿で行われたアメリカ合衆国イギリスソビエト連邦による首脳会談である。第二次世界大戦が終盤に入る中ソ連隊に参戦。 国際連合の設立について協議されたほか、ドイツ及び中部、東部ヨーロッパにおける米ソの利害を調整することで、対戦後の国際レジームを規定し、東西冷戦の端緒ともなった、ヤルタ体制。1945年1月にポーランドを占領したソ連軍、赤軍がドイツ国境付近に達しつつあり、西部戦線においてはアメリカイギリス等の連合軍が、 ライン側に迫る情勢のもと、連合国の主要三カ国首脳の会談が行われた。会談の結果、第二次世界大戦後の処理について、ヤルタ協定を結び、イギリス、アメリカ、フランス、ソ連の四カ国によるドイツの分割統治、ポーランドの国境策定、エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国の処遇などの、東欧諸国の戦後処理が取り決められた。あ合わせて、 アメリカとソ連の間で、ヤルタ秘密協定を締結し、ドイツ敗、戦後90日後のソ連対日産戦、及び、千島列島、カラフト、朝鮮半島、台湾などの大日本帝国領土の処遇も決定し、2018年、現在も続く、北方領土問題の端緒となった。また、戦後の発足が議論されていた、国際連合の投票方式について、 イギリス、アメリカ、フランス、中華民国、ソ連の5カ国、後の国際連合常任理事国メンバーの拒否権を認めたのもこの会談でった。会談が行われたクリミア半島は当時はソ連構成国であるロシア共和国の領土であり、1954年にソ連構成国であるウクライナ共和国の領土となった上でソ連崩壊後ウクライナ領となるが2014年、 クリミア危機を経て、ロシアが、編入宣言、ヤルタは、クリミア半島の南端、国家を望むソ連随一のリゾート地であった。会場となった、リバディア宮殿は、ロシア皇帝ニコライニセヒの別荘、利休として建造されたものである。なお、この会議に先立つ同年1月30日から2月3日にかけ、ルーズベルト大統領とチャーチル首相は、マルタ島において、 会談を行っている、マルタ会談。ヤルタ会談の半分以上の日程は、このポーランド問題について話し合われた。1939年、ドイツとソ連は共に、ポーランドに侵攻し、西半分及び東半分をそれぞれ分割占領したが、1941年、ドイツは独ソ不可侵条約を破り、ポーランド東部に侵攻、全域を占領するに至った。 その後ソ連は再び東半分をドイツから奪還し、1944年、ルブリンにおいてポーランド国民解放委員会、後のルブリン共産党政権を樹立した。同年7月から8月にかけて、ソ連軍は首都ワルシャーに迫り、その際国内軍、ポーランド国民による反ナチス抵抗組織に対しモスクワ放送を通じて、放棄を呼びかけた。国内軍はこれにこうして放棄し、 ワルシャワ放棄、ワルシャワを占領するが、ソ連軍は、進軍を停止して、これを支援せず、結局ドイツ軍により放棄は鎮圧された。この時、アメリカとイギリスは、ソ連に、国内軍への支援を要求したが、スターリンはこれを無視した。この戦闘で、ワルシャワ市内の8割の建物が破壊され、15万人以上の死者が出たと言われる。 当時ロンドンにはポーランド亡命政府が存在し、イギリスはこれをポーランドの正式な政権として承認していたが、1943年にソ連軍に連行されたポーランド人捕虜の大量虐殺事件、カティンのモリゲンが発覚し、赤十字国際委員会に調査を依頼すると、亡命政権とソ連は関係を断絶した。ソ連はポーランド国民解放委員会、ルブリン共産党政権こそ、 ポーランドの正式な政権だと各国に目させるため、彼らによる国内統治の障害となる恐れがあった。国内軍を意図的に壊滅させたとみられる。ヤルタ会談では、この両政権のどちらが正式な政権であるかをめぐってイギリスとソ連が対立した。ソ連にとってポーランドは自国の安全保障上の重要地域であり、一方イギリスにとっては社会主義の拡大への懸念から、 共産党政権を認めることはできなかった。会談では結局アメリカの仲介により、ポーランドにおいて総選挙を実施し、国民自身で政権を選ぶこと、また、ポーランドの国境と場所自体を西へ移動させることで決着した。ところが、スターリンは帰国したロンドン亡命政権の指導者を逮捕し、ルブリン共産党政権によるポーランドの社会主義国家が決定的となった。 後のアメリカ大統領、トルーマンはこれを知って激怒し、米ソの対立が深まった。ナチスドイツは、現在のオーデルナイセセセ島にある、シレジア・ポメラニア、東プロイセンの領土をすべて失い、これらの領土は、ポーランド領となることが決定された、東プロイセンの北半については、ソ連領。これは当時ドイツ国土の4分の1にあたり、ドイツにとっては、プロイセンの故地である。 東プロイセンを含めた広大な領土を失うこととなり、極めて喪失感の大きい内容となった。なお、ポーランドについては、ドイツの東部領土を自領とする代わり、従来の東部領土をソ連に割譲することが決定された。この結果、ポーランドの国土は従来と比べ大きく、西へずれ、若干の領土縮小につながった。また、ガリツや東急東部領に居住する。 ポーランド人は、そのままソ連領へ編入される結果となった。一方、戦後のドイツの処遇について、首都ベルリンも含め、ドイツを東側陣営、ソビエト社会主義共和国連邦と、西側陣営、イギリス・フランス・アメリカ合衆国で、共同管理することが決められ、主に大日本帝国、日本に関して、1 9 4五年二月八日に、アメリカのルーズベルト、 ソ連のスターリンで秘密会談を行い、その後イギリスのチャーチルとの間で交わされた秘密協定。1944年12月14日に、スターリンはアメリカの中蘇大使 W ・アベレル・ハリマンに対して、満州国の権益、南満州鉄道や港、カラフト、サハリン南部やチシュマ列島などの領有を要求しており、ルーズベルトは太平洋戦争の日本の降伏に、 ソ連の協力が欠かせないため、1945年2月8日に、これらの要求に応じる形で、日ソ中立条約の一方的破棄、すなわち、ソ連対日参戦を流した。ヤルタ会談では、これが秘密協定としてまとめられた。この協定では、ソ連の強い影響下にあった外、モンゴル、モンゴル人民共和国の現状を維持すること、 カラフとサハリン南部をソ連に返還すること、千島列島をソ連に引き渡すこと、満州国の港湾と南満州鉄道におけるソ連の権益を確保することなどを条件に、ドイツ降伏後2ヶ月、または3ヶ月を経て、ソ連が対日参戦することが取り決められた。アメリカからソ連に対する対日参戦要請は早く、日米開戦翌日、 アメリカ時間の1941年12月8日にソ連の中米大使マクシム・リトビノフにルーズベルト大統領とハル国務長官から出されていこの時はソ連のモロトフ外相からリトビノフに独ソ戦への集中と日ソ中立条約の制約から不可能と回答するよう訓令が送られたしかしその10日後にはスターリンはイギリスのイーデン外相に対し 将来日本に対する戦争に参加するであろうと表明した。スターリンが具体的な時期を明らかにして対日参戦の意思を示すのは1943年10月のモスクワでの連合国外相会談の際で春国務長官に対して連合国のドイツへの勝利後に対日戦争に参加すると述べたことを春やスターリンの通訳が証言している。ヤルタ協定は こうした積み重ねの上に結ばれたものだった。ドイツが無条件降伏した1945年5月8日、ヨーロッパ戦勝記念日の約3ヶ月後の8月9日、スターリンはヤルタでの協定に従って、ソ連は大日本帝国に戦線復刻し、満州国に侵入、千島列島とカラフ島を占領した。しかし、ソ連対日産戦の翌日、 1945年8月10日に大日本帝国がポツダム宣言受諾を連合国に通告したため戦争末期9月2日の日本の降伏文書調印までの極めて短期間の間にソ連の戦果に対して大日本帝国の領土を与えるという結果としてソ連に有利な内容になった。1946年2月11日に極東密約 ヤルタ協定が公開された。なお1956年に共和党アイゼンハワー政権はソ連による北方領土占有を含むヤルタ協定はルーズベルト個人の文書でありアメリカ合衆国連邦政府の公式文書ではなく無効であるとのありか合衆国国務省が公式声明を発出している。またアメリカ合衆国上院は1951年の サンフランシスココ和条約批准を承認する際、決議において、この承認は合衆国として、ヤルダ協定に含まれている、ソ連に有利な規定の承認を意味しないとの宣言を行っている。台湾について、米ソ両国は、カイロ会談で決定していた中華民国への返還を改めて確認した。また、朝鮮半島は、 当面の間連合国の信託統治とすることとし、第二次世界大戦後になって、北緯38度線を境に、暫定的に南側をアメリカ、北側をソ連へと分割占領にすることと決定した。しかし、米ソの対立が深刻になると、その代理戦争が朝鮮戦争となって勃発し、朝鮮半島は2018年に至る現在も38度線を、 境に分断されている。1945年1月6日、アメリカ軍の動きを懸念した昭和天皇が重心の意見を求めたため、内大臣、木戸光一と、区内大臣、松平恒夫が協議して、木戸が廃越準備を行い、2月になって、平沼巻一郎、広田孝樹、近衛文茂、若月礼二郎、牧野信明、岡田啓介、 東条秀樹が順次に拝越して意見を述べた。そのうち予反戦グループの吉田茂が指示した。この絵上総文は連合国の和平調停に向けた人事道を推奨するものであったが、予定されていたこれら重心全員の拝越が終わったのは2月26日だった。7月には、このエフミマロがモスクワに派遣され、ソ連に対し連合国との和平調停の仲介を求めたものの、 すでに、ヤルタ協定が行われていたため、仲介を拒絶された、と言われている。本会談の意義については、アメリカ、イギリス、ソ連といった、戦勝国による、第二次世界大戦後における世界の、国際レジーム枠組みに関する、利害調整の場であったとする指摘が多い。中でも、領土に関する、様々な取り決めについては、当事国抜きで行われたにもかかわらず、 中東王の政治体制、外交問題等、戦後世界に非常に広範で多岐にわたる影響を及ぼしている。この会談以後の戦後体制をしばしば、ヤルタ体制と呼び、この会談以降、アメリカを中心とする資本主義国陣営と、ソ連を中心とする共産主義国陣営の間で、本格的な東西冷戦が開始されたと言われている。フルブライトは、 1945年2月の米英ソのヤルタでの誓いは1947年3月12日のトルーマン宣言で崩壊し、これがイデオロギーの戦争としての冷戦の始まりであったと述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。